ピピルは、エルサルバドル西部から中部にかけて居住する、先住民である。言語は、ナワゴ軍のナワト語を話す。ピピルの祖先は、トルテカ時代の10世紀に、メキシコから、今のエルサルバドルへ移動してきた。ピピルとは、ナワト語で、貴人、主人などの意味を持つピピル人に由来するとされるが、子供、小さな人を意味するピピルドトンに由来するとも言う。 エルサルバドルを征服した、ペドロ・デ・アルバラードに同盟してやってきたトラスカラ人、他のメキシコの同じナワ族の人々によって、エルサルバドル他の中央アメリカに住むナワ族を呼ぶのに、この名称が使用された。明らかに、ナワト語の発音が彼らにとって、子供がしゃべるしたたらずのナワトル語のように聞こえたためで、ある。スペイン人到来時のエルサルバドルの民族分布の推測考古学。 言語学、言語年代学的証拠によれば、今のメキシコのドゥランゴ州、サカテカス州、サン、ルイスポト州に住んでいた人々の一部が、西暦500から600年頃にベラクルス州へ、800年頃にメキシコ南部のソコヌスコへ移動した。彼らがピピルの祖先になり、移動しなかった人々は、ノノアルカの祖先になった。これらの人々はどちらも、 トルテカ文明の影響を受けた。900年頃にピピルは、グアテマラの一部、ホンジュラス、およびエルサルバドルへと移動した。ホンジュラスからは、ニカラグアの一部に移動し、ニカラオの祖先になった。今のグアテマラでは、ピピルは、イツクインテペケの町を建設し、マヤ人の影響を受けた。今のホンジュラスでは、ピピルはコマヤグア、オランチョ、アグアン、チョルテカの谷に居住し、 マヤ系のチョルティ族の影響を受けた。今のエルサルバドルでは、1200年頃に、クスカトラン国を建てた。この国は、パス側から連覇側まで広がり、すなわち、エルサルバドルの西部及び、中部の大部分を占めていた。1524年にイツクイーンテペケノピピールは、ペドロデアルバラードに征服された。1528年には、クスカトラン国が征服された。 1530年までにホンジュラスとニカラグアのピピル人が征服された。スペイン人による植民地化と同化によってグアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアのピピル人は消滅したが、エルサルバドルにおいてはピピルの言語と文化が20世紀まで残った。1932年に農民反乱が発生したが、マクシミリアーノ・エルナンデス・マルティネス将軍の率いる。 政府軍によって鎮圧され、この時に殺害されたピッピルの数は2万5千人から3万2千人に上ると推計されている。先住民に対するジェノサイドの結果、多くのピッピルが縄戸語や伝統を捨てることになった。その後の迫害によって、多くのピピルはその言語と文化のアイデンティティを隠すようになった。現在のピピルは個別の集団を特定できる衣装。 言語などの要素を失っている。ナワト語の話者は2004年の報告では200人に満たないとされる。1992年にエルサルバドル内戦が終結した後、2003年からドンボスコ大学を中心としてナワト語復興プロジェクトが進められている。ありがとうございます。